ガチャです。はい、なんか毎日見てる人、なんか、もしかしたら、毎日同じ服着てますかって感じなんですけども、実はですね、言い訳ね、結構これ好きだったんで、同じ服をね、3着ぐらい持ってるんですよ。そう。でもね、動画撮るから毎日同じのではまずいでしょって、今気がついた。それでですね、今日もぴょんぴょんエクササイズをしていきます。で、今、なんだっけ、32日目かな？うん。33日目ぐらいかな。まあ、そんなわけで、今日もぴょんぴょんエクササイズをしていきますが、今日もね、4分飛んでいきます。はい。10分タイマーを見ながらやってますね。4分飛んでいきます。で、4分3セット。3セットっていうのは、YouTube 用と、YouTube 用、LINE 用、LINE は5分しか撮れないからね。LINE 用で IGTV 用。っていう風な感じで撮っていきます。皆さんの声援が私のモチベーションというか、私のダイエットは皆さんの声援があってこそ、成り立てるので、ぜひ、いいねを押してください。押し逃げ OK。チャンネル登録していただければもっと OK。はい。というわけで、今日も、スクワットしながらやっていきます。はい。スクワットなぜするかというと、エクササイズの先生に、私に、ついていただいてるんですけども、有酸素運動効果を高めるために、まず最初に、スクワットをします。スクワットもね、15回3セット。これがね、普通に結構、大変だよね。15回3セット。で、今日はね、ここ来るまでね、2時間結構ね、雨の中、もう新潟県今日はね、明日から雪らしく、結構いい雨降ってるんだけど、はい、2時間ね、ちょっと、かなり早歩きで、歩いてきたので、まあちょっと足パンパンじゃパンパンなんですけど、そう、1週間のメニュー、そう、今日これ終わった後に、この、ブートキャンプのメニュー、動画撮りながら、2セットやる予定です。なので、まあ今日はね、今、時間はね、リアルな時間は、夕方の6時半ぐらいなんですけども、今日はね、多分、びっちりだな、きっと。そう。で、まあ帰ってから、ちょっとね、ここのところバタバタしてて、いろんなことが散漫になり始めてるから、帰ったら、タスクとかをちょっとね、整理して、明日から、やるべきこと、やれないこと、やったらやらなきゃいけないこと、整理して、ちょっと、この3日間ぐらい、うち、行き出したというから、仕切り直したいと思います。で、動画をこのように毎日撮ってるんですが、はい、アップがね、ちょっと間に合ってなくて、そう、もうすでに4日分ぐらい、ストックがあるんですけども、そう、まあ、慌てて帳尻合わせないで、毎日1個ずつ、でも、投稿できるように、頑張ろうと思います。でね、今日中に、なんだ、過去上がってない3つ分を、ちょっとね、編集して、あげたいと思います。意外とね、IDTV と LINE の方は、結構ね、しっかり毎日上がってるんだけど、そう、YouTube がね、一手間編集入れているのが、ちょっとね、なかなか、いっぱいいっぱい。まあね、そう、まあ、同時にパソコンで作業しながらだから、コーディングにやっぱ時間かかるんだよね。1時間半ぐらいかかるのよ。今15、このスクワット入れてるから15分ぐらいの動画、15分20分ぐらいじゃ、20分はいかないか。そうするとコーディング結構時間かかってて。そう。で、まあ、家にいたり寝てる間にね、コーディングさせてるんだけど、なかなか思い通り行ってない。まあ、そんなのは、まあ、今後、リズムをなんとか考えていきたいと思ってます。よいしょ。で、エクササイズの先生から、エクササイズの内容を、全部ではなくて、一部、ちょっとずつ、動画で出していいよっていうふうな許可いただいたので、そう、このぴょんぴょん、単純なぴょんぴょんだけじゃない、エクササイズも動画に上げていきたいと思うんですが、まあ、それもね、
そばに誰か撮ってくれる人がいればいいんだけど、まあ一人ぼっちで撮ったりしてるから、さあ、そうなると、なかなかね、うまくいってません。そう。まあそれも、無理してやることもないかなと思ってて、はい。まずは、エクササイズというか、ダイエットが最優先でやってます。でですね、今日頑張ろうと思ってるのはですね、ちょっと、今週一日だけね、まるまるサボっちゃったんで、サボっちゃったりとかね、食べる気、なんかね、やっぱストレス溜まるとね、もともと食べることでしか発散できなかったんで、私ね、ストレス溜まると、やっぱもう一度食べたくなるのよ。ダイエットのストレスじゃないけどね。そう、それで、はい、食べちゃいました、カップラーメン。そう、カップラーメン食べちゃったんだけど、そう、その動画は昨日喋ったかな。よし、行きます。食べちゃったんだけど、食べた後ね、やっぱすごい具合悪くなっちゃってさ。そう、まあ、私の体質はもうすでにカップラーメンを、認めてくれないんだな、なんて感じで、嬉しいような、悲しいような。私はね、カップラーメン大好きで。特に赤いキツネと、緑のタヌキと、ペヤングと、あとはカレーヌードルが大好きなんだけどね。そう、逆に、今ね、セブンとかでもさ、高級店のラーメンのカップラーメンのシリーズとかあるじゃん。ああいうのはね、だから無理して食べたいと思わないんだよね。そう、いつも定番の味が食べれれば幸せなんだけど、もうね、大好きな、緑のタヌキとスーパーカップを食べたらね、まあすごいね、大変な便秘になってしまって、そうすると、いや、もう私の体は無理して、っていうか食べたいからって、カップラーメン食べちゃいかんのだなと、そう思って反省した、昨日大反省しました。で、今日はね、昼間パソコン教室やった頃の、教え子の方といっても大先輩ばかりですけどね、おじいちゃんたち向けにやってたんで、そのおじいちゃんのところ行って、ちょっとね、個人指導をしてる間に、まあ農家の大きい家なのね、お昼ご飯いただくんですが、まあ大量に野菜を取って、はい。大量に野菜を取った割には出てないな。そうだな。まあ帰ったらもしかしたら、そう、いい感じになるかもしれないですけどね、動いて。で、まあ今日はちょっとお水飲み方がちょっと少なめなので、はい。お水も、ちょっと、今、ダイエット、エクササイズしながら、大量に取りながらやっていきたいと思います。なんで、最初に言った通りに、今、体重104キロなので、あ、そう、このエクササイズ頑張って、そう、このエクササイズだけで、1.5 キロ落ちるかどうか、なんとも言えないんだけどさ、そう、今日1日やっぱ結構動いてるので、明日の朝にはなんとか、102.5 キロを目指して、そう、で、ちょっと前の動画では、あと8日、7日だから、あと1週間で、100キロ切ろうって目指したんだけど、そう、今日が7日でしょ？うん。で、実はね、12日にちょっとした自分主催の会があって、まあ、その時までに、その時100キロ切ったよって、ちょっと自慢したい私はね、頑張りをみんなに褒めてもらいたい私は、なんとか、12月の12日まで、なんだっけ、4.0 じゃなくて、そう、明日の朝はもう 2.5 になってるから、あと 2.5 落として、100キロ切って、みんなの声援のおかげで、やっと100キロ切ったよ、ありがとうってやりたいのよ。なんで、まあ今週はちょっと、ハードな、スケジュールの中でハードなちょっとトレーニング内容なんだけども、まあ頑張ってね、頑張って、そう、来週の火曜日だったかな、火曜日までに、はい、来週の火曜日、うん、まあ5日ぐらいだな、までに、なんとか、100キロ切って、はい、みんなに、ありがとうみんなありがとうって、やりたいんだ。あ、ごめん、おなら出そう。あ、ごめん、おなら出ちゃった。ごめん、放送事故ってことで許して。そう、やりたい。もう絶対やるんだ。だからね、もう明日までに、明日の朝はもうね、2.5 じゃなきゃダメなんだよ。そう、
5日でさ、まあね、停滞期上げたと言っても、そう、上げたと言っても、まだね、そんなに安定して落ちるわけじゃないから、そう、なんとかね、なんとかなんとかなんとか、明日の朝には 2.5 になってる、なってる。2.5 に明日はなってるんだ。102.5 になってるんだ、明日は。うん。で、明日102.5、みんなやったよ、102.5になったよっていう風な、お祝いの動画を、撮るんだ。撮るぞ。そして、あさってには105キロになって、で、その次には、100.5 キロになって、で、あさって、月曜日、今日は、そう、月曜日かな。月曜日にはもう100キロ切って、ちょっと余裕を持って、みんなの前で体重計乗っても、これは大丈夫よっていうぐらい体重を落としたいと思ってます。そんなわけですね。そう、ちょっと今日5分ぐらい飛んだかな。いいの、ちょっとぐらい長くたって。うん。そんなわけで、私の、今日は、今日の目標、明日の朝までの目標は、102.5 まで落とす。もう落ったと思ってる。絶対落とす。落った。落ちました。みんなありがとう。そんなわけで、今日も元気なガッチャンでした。皆さん、お疲れ様。よし、オッケー。今日の動画いかがでしたか？まあ、毎日少しずつ頑張ってるガッチャンです。そんなわけでね、皆さんの声援が私のモチベーションです。今日も頑張ってねーと思った方、ぜひいいねボタンを押してください。こちらですよ。はい。そしてですね、チャンネル登録していただければ、もっともっと頑張れるかなと思ってます。ぜひ、ここのチャンネル登録と、その脇にある鈴のマークも押してください。鈴のマークを押していただくとね、私のダイエット、もしくはギターとかね、他のことやってるいろんな動画がリアルタイムで皆さんの元に届きます。そのわけで、いつも全員ありがとうございます。ガッチャンでした。